んでるんだ。オイラにも見せてくれよ。いいだろう。はあ、あるべき場所と強制運動に相対する自然運動、それぞれ向かう位置はすべて自然な傾向。どうしてそうぎこちなく読む？オイラ諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。あいつって本当に余裕なんだな。こんなところであんな難しい本を読み始めるなんて。おい、オイラはお前のテイワットガイドだろ。すっごく博識なんだぞ。スメール人の読む本が難しすぎるんだ。オイラの問題じゃない。